テレビの前の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。美しい月が秋の夜空に映えます。今の調子を大事にしたいところです。連勝中シエノ、対するはアントラーズ、注目の一戦です。実況は私安塚博史、今日の試合解説は元横浜マリノス水沼貴史さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。夜空には星一つ見えません。手元の時計で5分を回ったところです。シエロ、無難な立ち上がりを見せています。福永、ディフェンスの様子を伺っております。マークが甘いか。福永、巧みなボールさばき。シエロ、絶好のチャンスを潰しました。前半10分になろうというところ、
シエロ、このピンチをしのげるか。ここは見せ場です。ペナルティーエリア内で張っている。ゴールに迫る。前半15分になろうというところ、シエロ、ここからどういった展開を見せるのでしょうか。広瀬、右に短く出します。完璧なタイミングです。あーっと、ここで笛。イエローカードが出ました。手元の時計で15分になろうというところ、シエロ、はーい、力のフリーキックを得ました。これが決まった。ゴール。前半15分になろうというところ、シエロ先制のゴールを決めました。川本、チャンスを確実にものにしました。 VTR 上がったようです。今のゴールシーンもう一度。水沼さん、技ありのフリーキックでしたね。いいカーブかかってますよね。気持ちよく決まりましたね。ここで前半戦が終了。0-1、シエロ1点のリード。水沼さん、前半をご覧になっていかがですか。チームの調子から言ってまだまだ安心できませんね。手元の時計で10分になろうというところ、シエロ、勢いがあります。浅野、巧みなボールさばき。浅野、これは悔しい。後半10分が経過しています。さあ、コーナーキックです。ボールを浮かしてしまいました。ビスマルク、後半14分、シエロ、さあここからどう攻め上がるのでしょうか。バックパス、一旦ボールを下げます。センタリングのチャンスだ。あーっと、まだチャンスは続いている。決まった。ビューティフルゴール。手元の時計で15分になろうというところ、シエロ、チャンスを確実にものにしました。VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。浅野、華麗なボレーシュートです。いや、これは絵になるシュートシーンですね。これを止められるキーパーはまずいないでしょうね。ここで主審のホイッスル。試合終了です。試合の結果はご覧の通り、0-2、シエロ、堅い守りに支えられ相手にゴールを許さず勝利しています。シエロ、そろそろ優勝の言葉が思い浮かぶと思いますが。優勝を意識しすぎるとかえって逆効果ですからね。今まで通りの普段のプレーでいいと思いますね。放送席、解説は水沼貴史さん、実況は安塚博士でお送りいたしました。水沼さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。失礼します。
レビの前の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。秋の風が木の葉を舞い上げております。本日は J リーグセカンドステージ第14節、8点39、現在のところリーグトップシエノ。今日の対戦相手はフリューゲル。今の調子を大事にしたいところです。実況はおなじみの安塚博史、解説は元日本代表の木村和司さんです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。なお今日の試合、後ほどパンツェッタジローラモさんにピッチの様子を伝えていただく予定です。今ね、スンの火蓋が切って落とされました。前半開始直後、コーナーキックとなります。ヘッド決まった、シエロ先制ゴール。前半開始直後、シエロ先制のゴールを決めました。川本、チャンスを確実にものにしました。VTR 上がったようです。今のゴールシーン、もう一度。ここはうまく決めてきましたね。まあ、たった一本のコーナーキックで決まっちゃう場面もありますからね。前半25分、シエロ、ここはきっちり守って次のチャンスにつなげたいところです。無難につないでいきます。山口、巧みなボールさばき、ディフェンス陣もほっと一息といった感じ。前半35分が経過しています。シエロ、攻め込む隙を伺っています。広瀬、これは予想外の展開だ。必死のディフェンス。さてどうしますか。蹴った、入った、ファインゴール。手元の時計で35分を回ったところです。シエロ、1点をもぎ取りました。監督も喜んでいます。VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。浅野、無難に決めました。まあいい感じじゃないですかね。理想的な形ですね。ここで前半戦が終了。2対0、シエロ2点のリード。木村さん、前半をご覧になっていかがですか。早くもう1点取って安心させてほしいですよね。選手交代です。状況を的確に把握してますね。通った、絶好のチャンス。佐藤、どう攻めるんでしょうか。巧みなボールさばき、打った、ゴールイン。後半開始直後、浅野、きっちりと決めてゴールイン。シエロ、1点をもぎ取りました。VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。浅野、無難に決めました。やはりよく練習してるんでしょうね。まあいい感じじゃないですかね。手元の時計で25分になろうというところ、ちょっと迂闊だったか。珍しくミスです。右サイドを進みます。三浦、バックパス、一旦ボールを下げます。右に振ります。じっくりと様子を伺っております。漆黒マークしています。無難につないでいきます。ディフェンダー合わせて戻ります。吉田、
クロスボールを上げるチャンス。センタリング、ヘディング、決まりました。ゴール。後半25分になろうというところ、キーパー手足がつっています。フリューゲル、1点をもぎ取りました。VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。絶妙のクロスでした。うん、キーパーもいい反応してますね。まあこれは向こうが一枚上手でしたね。どう思われます、ジロラモさん。シエロ、たくさん点を取って勝ちたいですね。ありがとうございました。キーパー1対1、まだボールは生きている。ゴールゴールゴール。後半30分が経過しています。決めたのは川本、素晴らしいシュートでした。VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。川本、いいところに張っていました。ここへ来ての集中力は見事ですね。ゴールへの執着心がこのプレーを生みましたね。手元の時計で40分になろうというところ、大きいゴールに迫ります。手元の時計で40分になろうというところ、大きいダメ押しのゴール、全く容赦ありません。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。大きい、これは嬉しいでしょう。まあいい感じじゃないですかね。理想的な形ですね。ここで主審のホイッスル、試合終了です。試合の結果はご覧の通り5対1、シエル大量得点でこのゲーム制しています。シエル連勝しましたね。まあこういうサッカーをシーズン通してもらいたいですね。解説は木村和志さん、ピッチレポートはパンセッタジローラモさん、実況は安塚博士でお送りしました。それではこの辺で失礼します。ごきげんよう、さよなら。
テレビの前の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。秋といえばスポーツの秋です。スポーツをするには最適の季節です。今日は J リーグセカンドステージ第15節、今シーズン優勝に王手をかけています第1位シエル。今日の対戦相手はサンフレッチェ。注目の一戦です。実況は私安塚博。今日の試合解説は元横浜マリノス水沼貴史さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今熱戦の火蓋が切って落とされました。シエル、かなり守備的になっています。 5-3-2 というシステムを取ってきました。左のスペースを狙った。さてどうしますか。シエロ、逆サイドに注意したい。右に叩きます。スライディングタックル。広瀬、大きくクリア。手元の時計で5分を回ったところです。シエロ、少し攻めあぐねている様子。ダイビングヘッド、決まった。シエロ先制ゴール。前半5分が経過しています。シエル先制のゴールを決めました。中澤、チャンスを確実にものにしました。VTR が出ます。もう一回見てみましょう。絶妙のクロスでした。ここに走り込むまでの動きが素晴らしいですね。こうダイレクトに合わせられるともう相手はどうしようもないですね。ここで前半戦が終了。0-1、シエル1点のリード。水沼さん、前半をご覧になっていかがですか。チームの調子から言ってまだまだ安心できませんね。後半5分が経過しています。シエロ、勢いがあります。川本、さてどうしますか。巧みなボールさばき、絶好のチャンス。蹴った、入った、ゴール。後半5分が経過しています。シエロ、いい形でゴールを奪いました。チャンスを確実にものにしました。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。本村、相手ディフェンス陣の一瞬の隙をついてのゴールです。もうこのパスで決まりましたね。こういうのをキラーパスって言うんですよね。ここ以外にはないというところを狙ってましたね。後半30分が経過しています。シエロ、さあここからどう攻め上がるのでしょうか。どうする、おっと強引にスライディング、あーっとここで笛。レッドカード出ました。これは仕方ないですね。絶好のチャンスをもらいました。シエロ、まだボールは生きている。手元の時計で30分を回ったところです。シエロ、1点をもぎ取りました。監督も喜んでいます。
VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。大きい、いいところに張っていました。シュートを枠に打つっていうのは基本ですからね。ディフェンダーのチェックが遅れたっていうのが幸いしましたね。後半残りあと5分、サンフレッチェコーナーキックでゲーム再開です。わずかに逸れていきました、ポストの右。ここで試合終了。結果は0対3。シエン大量ゴールを奪い勝利しています。シエン優勝に王手をかけましたが、あと一歩ですね。ぜひ優勝してほしいですね。放送席解説は水沼貴史さん、実況は安塚博士でお送りいたしました。水沼さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。失礼します。We'll be right back.
レビの前の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。日の落ちるのが早まってきたのが実感できます。今日勝てば優勝が決まります。ぜひとも地元で優勝を決めたいところです。 CM 優勝をかけた試合、対戦チームはエスパス。勝敗はもはや神の御と知るといったところでしょうか。実況はいつものように安中博史、解説は元日本代表の木村和司さんです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。なお今日の試合、ピッチからのレポートをパンテッタ・ジローラモさんにお願いしています。キックオフ。それではベンチの方にカメラを映してみましょう。ジローラモさん、当たりはしっかり暗くなってきましたね。弾き切って、ペナルティーエリア内で張っている。蹴った、決まった、シエロ先制ゴール。試合が動き出しました。先制シエロ、決めたのは川本。芸術的なシュートを見せてくれました。VTR 上がったようです。今のゴールシーン、もう一度。川本、相手ディフェンス陣の一瞬の隙を突いてのゴールです。いい位置に走り込んでいましたね。まあこういうゴールは見てて気持ちいいですよね。ジロラモさん、ここまでご覧になっていかがですか。もう選手たちも気合十分ですね。最後まで巧みなボールさばき、突っ込んできた。シエロ、絶好のチャンスを潰しました。手元の時計で15分を回ったところです。シエロ1点のリード。さてどうしますか。シエロ、早い段階で抑えておきたい。内藤、センタリングのチャンスだ。合わせた。あーっと、まだチャンスは続いている。決まった、エスパルス同点ゴール。前半17分、シエロ、まさかの同点ゴールを決められてしまいました。VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。斉藤、強引に行った感じもしますが、ちょっと点の捉え方がまずいですね。これで取られるのはディフェンダー陣何をやってるっていう感じでしょうね。手元の時計で25分が経過しています。シエロ、さあ守りきれるか。キーパー、ここはいい判断でした。手元の時計で30分を回ったところです。シエロ、さあコーナーキックです。ゴールゴールゴール。手元の時計で30分を回ったところです。シエロ、1点をもぎ取りました。監督も喜んでいます。VTR が出ます。もう一回見てみましょう。ここはうまく決めてきましたね。まあサッカーの場合、得点の3割がリスタートから生まれるんですよね。手元の時計で35分になろうというところ。シエロ、ここはしっかり守っていきたいところです。シエロ、逆サイドスペースができているぞ。スライディングタックル。ここで前半戦が終了。2対1、シエロ1点のリード。木村さん、前半をご覧になっていかがですか。この点差ではまだ安心できませんよ。もっともっと積極的にいかないと。後半12分、シエロ、さあコーナーキックです。鉄壁
きのディフェンス陣を要します。エスパルス、八塚さん、シエロ選手交代です。状況を的確に把握してますね。この位置から打つか、クロスボールか、ピンポイントでセンタリング、あーっとまだチャンスは続いている。決まった決まった、エスパルス同点ゴール。後半24分、まさかの同点ゴールを決められてしまいました。シエロ追いつかれてしまいました。VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。ゴール前の混戦を制しました。まあこれは向こうが一枚上手でしたね。ディフェンダー陣気合を入れ直さんと。手元の時計で25分を回ったところです。同点となっています。さあ注目しましょう。シエロ、このディフェンス陣をどう突破するか。川本、ゴールに迫ります。まだボールは生きている。蹴った、決定的なチャンスを逃してしまった。シエロ、これが最後のチャンスになりそうです。まあ相手の隙をどんどんついていってほしいですね。ここからどう攻めるか。佐藤、右にパスが出ます。それもありでしょうね。徐々に詰めていきます。左サイド上がってます。絶好のチャンス、決まった、ビューティフルゴール。後半終了間際、シエロ、いい形でゴールを奪いました。チャンスを確実にものにしました。VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。本村、相手ディフェンス陣の一瞬の隙をついてのゴールです。いい位置に走り込んでいましたね。まあこういうゴールは見てて気持ちいいですよね。ここで試合終了。選手やサポーターは優勝の興奮でものすごいテンションです。シエロ、 J リーグセカンドステージ優勝です。これで両ステージに優勝、今年度の J リーグナンバーワンを決めました。各選手サポーターに大いに優勝をアピール。サポーターはそれに声援で応えています。まさに一人舞台でしたね。それでは関西山のスタジアムからお別れしたいと思います。ごきげんよう、さようなら。
テレビの前の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。日の落ちるのが早まってきたのが実感できます。今の調子を大事にしたいところです。絶好調シエノ、対するはヴェルディ、注目の一戦です。実況はおなじみの安塚博史、今日のこの試合解説は元ミスターマリノス木村和司さんです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。かなり守備的になっています。 5-3-2 というシステムを取ってきました。左に出します。無難に繋いでいきます。左で様子を伺っています。右に短く出します。一人で行くのか。あーっと、ここで笛。どうやらキッカーは川本。まだボールは生きている。決まった。シエロ先制ゴール。手元の時計で5分を回ったところです。シエロ先制のゴールを決めました。中澤チャンスを確実にものにしました。 VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。中澤こぼれ球にうまく合わせてゴールをゲット。ここへ来ての集中力は見事ですね。ボールへの執着心がこのプレーを生みましたね。前半15分、ボールはシエロ。ここは監督の声に応えたい。入ったースーパーエクセレントビューティフルゴール。手元の時計で15分を回ったところです。シエロチャンスを確実にものにしました。 VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。このゴールにはディフェンダー唖然としています。いやーすごいですね。これは非常に美しいゴールだと思います。もう芸術ですね。前半22分、注目しましょう。いいですよ。ゆっくりと上がります。左に出します。無難につないでいきます。激しい攻防だ。センタリングのチャンスだ。キーパー飛び出してこれをキャッチ。手元の時計で25分を回ったところです。シエロゴールに迫ります。で止めに行った。シエロ絶好のチャンスを潰しました。ここで前半戦が終了。0-2、シエロ2点のリード。木村さん、前半をご覧になっていかがですか。早くもう1点取って安心させてほしいですよね。後半キックオフです。後半5分を回ったところです。さあコーナーキックです。ヘッド入った。エクセレントゴール。手元の時計で5分を回ったところです。キーパー悔しがっています。シエロ1点をもぎ取りました。VTR 上がったようです。今のゴールシーンもう一度。
ここはうまく決めてきましたね。まあたった一本のコーナーキックで決まっちゃう場面もありますからね。手元の時計で25分を回ったところです。シエロ、さあここからどう攻め上がるのでしょうか。スライディング失敗、無難につないでいきます。オープンスペースを伺います。ディフェンス陣の甘さが目立ちます。さてどうしますか。大きい、ここからチャンスになるか。ゴール前の混戦からどうするか。ヘッド入った、ゴール。後半25分を回ったところです。決めたのは大きい、落ち着いて決めました。VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。ヘディングで決めました。大きい、やはり彼はヘディングが強いですね。自信を持ってるんでしょうね。手元の時計であと5分。シエロ、このピンチを果たして切り抜けることができるのか。シエロ、ここでパスの目を組んでおきたい。ゴール前、後半も残すところあと5分。シエロ、勢いがあります。おお、本村、クロスボールを上げるチャンス、蹴った、キーパーよく見ていた。後半終了間際、シエロ徐々に相手陣内に攻め込んでいきます。こうだ、奥野、しつこくマークしています。さてどうしますか。川本、慎重に運んでいきます。キーパー1対1、まだボールは生きている。決まった、シエロファインゴール。後半終了間際、大きい、ダメ押しのゴール。全く容赦ありません。 VTR 上がったようです。今のゴールシーンもう一度。大きい、いいところに張っていました。ここへ来ての集中力は見事ですね。ゴールへの執着心がこのプレーを生みましたね。ここで主審のホイッスル、試合終了です。試合の結果はご覧の通り0対5。シエロ大量得点でこのゲーム制しています。シエロ連勝しましたね。まあこういうサッカーをシーズン通してもらいたいですね。放送席解説は木村和志さん、実況は安塚博士でお送りいたしました。木村さん、お疲れ様でした。どうも失礼しました。それではこの辺でごきげんよう。さよなら。さようなら。
レビの前の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。日も次第に短くなり、秋の到来を告げております。今夜は J リーグセカンドステージ第19戦、今シーズンのリーグ戦最後の試合です。第1位シエル、最終戦の相手はヴィッセル。さあ注目しましょう。実況はいつものように安塚博士、解説は元日本代表の水沼貴さんです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。なお今日の試合ピッチからのレポートをパンセッタジローラモさんにお願いしています。ああキックオフです。それではここでベンチの方にカメラを移します。ジローラモさん、シエロ、これだけ多くのサポーターが来てるんです。格好つけてください。奥野、浅野、落ち着いてボールをキープしています。体で止めに行った。シエロ、絶好のチャンスを潰しました。どう思われます、ギロラモさん。シエロ、サポーターはイライラしてるでしょう。ありがとうございました。浅野、そのままゴール前まで走り込む。軽く合わせた。決まった。シエロ先制ゴール。試合が動き出しました。先制シエロ、決めたのは浅野。芸術的なシュートを見せてくれました。VTR 上がったようです。今のゴールシーンもう一度。浅野、無難に決めました。いい形でゴールに持ち込んでますね。いいところに蹴ってますよ。ここで前半戦が終了。1対0、シエロ1点のリード。水沼さん、前半をご覧になっていかがですか。チームの調子から言ってまだまだ安心できませんね。再び試合が始まります。何か動きはあったでしょうか。ギロラモさん、シエロ選手交代です。無難につないでいきます。巧みなボールさばき。蹴った、押し込んだ、ゴール。後半開始直後、川本きっちりと決めてゴールイン。シエロ1点をもぎ取りました。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。川本、これは嬉しいでしょう。いい形でゴールに持ち込んでますね。いいところに蹴ってますよ。手元の時計で5分を回ったところです。注目しましょう。さてどうしますか。あーっとここで笛。手元の時計で5分が経過しています。シエロ、このピンチを果たして切り抜けることが。狙った、外れてしまいました。後半9分、シエロ少し攻めあぐねている様子。右へパスを出す方向を見ます。広瀬、慎重に運んでいきます。右のスペースを狙った。通った、絶好のチャンス。福永、ゴールに迫ります。おお、ヘッド入った。ファインゴール。手元の時計で10分になろうというところ。シエル、チャンスを確実にものにしました。VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。いやー、よく合わせました。やはりね、頭一つ出てますよ。
高さがありますからね、素晴らしいヘディングでしたよ。手元の時計で20分を回ったところです。シエル、さあここからどう攻め上がるのでしょうか。奥野、さてどうしますか。手元の時計で20分を回ったところです。シエル、1点をもぎ取りました。川本、きっちりと決めてゴールイン。 VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。川本、これは嬉しいでしょう。いいシュートでしたね。これは自信になると思いますよ。いいプレーですね。手元の時計で25分を回ったところです。シエロ、全く容赦ありません。クロスボールを上げるチャンス、落ち着いてあげた。ヘッド、押し込んだ。ゴール。後半27分、決めたのは本村。落ち着いて決めました。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。絶妙のクロスでした。文句のつけようがないセンタリングでしたね。あとは合わせるだけというクロスでしたからね。ここで主審のホイッスル、試合終了です。試合の結果はご覧の通り5対0。シエル大量得点でこのゲーム制しています。シエル連勝しましたね。そうですね、絶好調みたいですね。チームの状態も非常にいいみたいです。解説は水沼貴史さん、ピッチレポートはファンセッタジローラモさん、実況安塚博士でお送りしました。それではこの辺で失礼します。ごきげんよう、さよなら。